ユリこっち、ほら、あれ見て。なんだよもう。あ、あれって、うん、四季と夏か。リナ先輩の着物姿だよ。着物で合わせて一緒にいるなんて完全にデートだよね。ええー、だってサユリンも気になるかと思って。そりゃまあ、うるさい。あ、私らも行くぞ。こういうところ来たことないから、なんかすごい変な感じがする。これ可愛くないですか。なんですかこれ。この子大好きなんですよね。先輩はこういうのが好きなんだ。いいですよね。なんだろう、独特な感性でちょっと癖になる。あー、ダメか。惜しいです。もう一回やりましょう。正面からだけじゃなくて横からも見て奥行き確認しろよ。常識だろうが。ダユリン、落ち着いて落ち着いて。だって見てられない。取れた。ミント君ですよ。ないんですけど。いいんですか。ありがとうございます。嬉しいと大事にしますね。これはピュアゴッド。うちも翼みたいになれたらな。冬木さんと秋野さん。ちょっと待て、隠れなくていいのかよ。もしかして2人とも聞いてたの。一緒に遊ぼうって話でしょ。